続いて替え歌。はい、今週の課題曲はこちら。ゼロゼロゼロパスワードゼロゼロゼロパスワードゼロって言ってるのか。パスワードイズゼロゼロゼロって言ってるのね。そうですね。CM でも。はい、うん。ラジオネームビスマルク。走行手話ベースボール走行手話飲むと酔う。そのまなんかストレートでびっくりしたな。なんか隙を突かれましたね。面白かった。まともな会話だった。面白いな。なんだろうな。ラジオネームカラフルアフロ。散々バトしたブスの靴下買い取る梅沢富美男。もう入ってないけど。言いたいだけだ。根は真面目、うん。セロセロセロマジシャンセロ、うん、ジェロジェロジェロ歌うまジェロ。歌うま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 。演歌歌手だからさ。気持ち悪い。ラジオネームフリーズムーン長原、うんうん、金玉かゆい西野かなとセックスしたあの日から持ってんのかいいなでもそれでもいいわ俺かゆいぐらいねなあ、うん、ってことないよ生意気だなラジオネームちゃんちん懐中電灯の絵で殴られるアメリカの警官待ち声かかってないのかな課題の行分かってるよね懐中電灯の絵で殴られるアメリカの警官待ち声待ち声入ってた多いよどういうメロディーで歌ってほしかったのなんだこれ面白いな、ラジオネームうん、素敵な嫁、うん、ソチ五輪6位浅田真央、うん、関越喉浅田雨いやいや、やめてよこんな昼っぽいの昼っぽいっていうのは何すかザブトーンみたいなノリだ、うん、ララララ Love somebody tonight ララララ Love somebody for life たまにこれあるけどうん、アメリカの警戒よりはハマってた。ハマってた。ハマってた。絵で面白かったラストかな、まあ、前半ラスト、うん。ラジオの三平。ネオ、ネオ、ネオ、鈴木ネオ、無をつければ、鈴木胸を。あげとく。ネオってなんだよ、まあ、ブレイク。さあ、引き続きもうちょっと通った。はい、ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。ズボンを脱いでまた履いて繰り返して学校行かない行けよ行けよ理由も聞かずに行けよって言うなバカいやそんなあそっか理由があんのかごめんそうだろう、うん、なんか行きたくない理由はきっとあんだよなそれダメだろお前カウンセラーとしてはやっていけないぞ、うん、お前この頭ごなしって一番ダメだ若い奴らにそっか俺絶対俺、うん、口悪いけど頭ごなしのお前らのこと叱らないぜ俺はいや、叱りますよ。お前ら、本当にうん、家からも出ねえしよ。うん、まあ、顔も、面も悪いし、体型もブヨブヨだしよ。口悪すぎる。口悪すぎるけど。最初の口が。俺はてめえらのこと頭ごなしに叱ったら死ねえぜ。決めつけるけどな。頭ごなしに悪口言ってるじゃん。俺頭ごなしだな。最初頭ごなし。すぐ決めつけるけどな。すぐ決めつけるけどな。それが頭ごなしだね先入観だよラジオネーム三平、うん、ゼロゼロゼロセフレゼロこう見えてもセフレゼロ知らねえよこう見えてよブザイクなんだよこう見えてっつってもお前どうせブザイクだろそうですよ口悪いな決めつけるぞこのパーソナリティだけど怒んないぞ俺はああ決めつけるわこのパーソナリティいっぱい話聞いてからな、うん話聞いてから、めちゃくちゃ怒るけどな。なんだよ、おかしい。情緒が怖えわ。いっぱい話聞いて怒る。じゃあ話さねえ。うん、わかるー。いいよ、俺たちじゃなくていいんですよ。そうか、そうか、そうか。クズ人間
いっぱい聞いてな、わかるわかるって言って、ね、お金よ、クズ人間呼ばれちゃう、クズ人間、最後にクズ人間って言ってくれる。ショックだな、ショックだな。ラジオネームひろき。ペレペレペレサッカーの神、でもでもでもくんに下手。なんでだよ、知らないだろ、知らない。ブラジルの人うまいだろ多分。いや、そう、いや、ベロとかすごいな、うん、すごいと思う。ラジオネーム夜嫌いの夜行性。先入観なんだ。チビ、デブ、ハゲ、収入ゼロ。でも、でも、でも、笑顔がキュート。ダメだよ。いや、わかるけど。ダメなんだよ。紐みたいなもんだな、うん。それじゃダメなんだよな。よかった、笑顔がキュートで。うん。救われたかな。ラジオネーム、ベリーズパンツ。小島春奈、ルリコマコ。かなこ、なつこ、ばばあはけいこ。ん？小島が全部小島ってことでしょ？小島、春菜、るりこ、まこ、かなこ、なつこ、ばばあはけいこ。わかりにくいのには意地悪なの。ばばあはけいこって。ぐらいかな。はい。